いい人たちへの手紙ってことでこれどういうことかっていうですね昨日ですねあの私ですね麻生太郎さんのが小池さん小池百合子さんが今休養されていることを自ら巻いた種だっておっしゃったことについてのコメディーを作ったんですね。で最近僕あの YouTube のコメント欄がなんかちょっとトロールみたいな人たちがいてまあ、たそんなたくさんいるわけじゃないんですけど。 見な見なくなってきてきるんですよ、ね、<laughs> YouTube のコメント欄をあ見るときは見るんですけどまあちょっとなんか遠いトロールみたいな人たちが書き込んでるのってもう大体名前で分かるんでもう見なくなってるんですけどまあだからえっ、ー、と YouTube のコメント欄に何が書いてあるかって実はその麻生太郎さんが小池栄治子さんを言ったコミュニティについては見てないんですけどまあであのその Twitter の方でいろいろ書いてる人がいてでその人はんか全部見てるわけじゃないんですけど。 なんか笑いっていうのはなんか人をなんか和ませるものだとかあのなんだいい素,素,素敵なんだけど幸せな気持ちにさせるのが笑いだみたいなことを書いてで要するにそういう形で俺が出したあの麻生さんのコメディーをあの、まあ、批判するようなねそういうのニュアンスの人がいてそういう自分たちがいい人だっていうかいい人が好きなものはこういうもんだってことをおっしゃる方っていうのは、まあ、日本の世間に,それなりに数いらして。 でまあそういう人たちは別にいい人で言ってくださってはいいと思うんですけどあの僕が言いたいのはやっぱりそれでは飽き足らない気持ちってのはあるわけですよで子供の頃ちょうどモンティパイソンがあの東京十二チャンネルで始まってまあ非常に危ないコメディだったんですけど僕すごい好きでで僕はだからあのいつも言ってるように。 日本の,あの東京の寄せには小学校上がる前から行ってるし落語もずっと聴き過ぎて聴きついて聴い,いたしその,のお笑い番組って全部見てるわけですからその人たちが言う日本のなんかお笑い全部知ってるわけですよね知った上で僕はやっぱりそういう批判批評的コメディーが好きでで例えば今だった「ブラッド」みたいなのがすごい好きでね「ブラッド」みたいなを日本でも作ったらいいんじゃねえかなとか思ってるんですけどでそういう人たちがあの いいい人たちがねあのいや笑いっていうのはなんかほのぼのとしたものがいいんだとかあの人を幸せな気持ちにさせればいいんだってそれはそれはあなたたちがそういうのが好きなんだろうからほっっといてほしいっててし俺は思うわけですよ僕その原体験があってやっぱりその中学校の時ですね僕あの確か片江久保っていうんだったかなんかその新聞の切り抜きで政治批評みたいなのを集めてたようなのを待っててそれをあの中学校の2年生の時に。 教室で持ってもう「えみろよおいおい茂木こんなの見てるぜ」とか言ってなんか中学校の時の同級生たちにからかわれたことがあってであの僕ね意外とだからあの、まあ、日本の笑いはオワコンだっていう発言をしてそれについてはもう僕は、まあ、もう言う必要はなかったなと思うんですけどまあでもいわゆるなんだろうなうんまあほのぼのとした笑いが多いですよねそそうそうその誰も傷つけないい笑とかね。 まあそれで僕はそれでまあ笑いの多様性だからいいだろうって最近は思ってるし日本のお笑いを否定するつもりは全くないんですけどねでもそれだけだと飽き足らないっていう人はいるわけでさで俺はそういう人間なんでほほっといてしいてしんだよね僕ある意味では僕のレジスタンスなんであの僕の t w i t ていうのプロフィール欄に「コメディアン」って書いてあってで時々その僕が思うところのその時々の時事ネタをあの出してるのは俺の。 レジススタンスなんんででほほっといてしいてしすよねで僕はその、えー、と私たちはいい人であのほのぼのとした人の心を優しくする笑いがいいんですみたいな全体主義っていうか同化圧力の方が気持ち悪い俺は個人的には。でそういう人たちはやっぱ勝手になんかあの僕はいい人だとか私たちはいい人だと思い続けてりゃいいと思うんですよね。でも世の中ではそういうことで飽き足らない人もいるんでほっといてほしいんだよね。ででそういう飽きたらない人たちって別に あのイギリスとかアメリカとかそういうところでみんな活躍しててそれは大きな市場を持ってるわけで日本にそういう市場がないだけで,で村本とかもそれで頑張ってるわけだからさほっといてほしいんだよねレジスタンスなんだからでそれでは飽き足らない人たちって世の中にいるわけでだからそのなんか私はいい人ですみたいなのを押し付けてくるっていうのは最悪の同う喝力だとは思って僕は思ってます大学院生の時もあったんだよね俺大学院生の時なんかある と,とぼけた兄ちゃんが「いや僕はいい人ですから」みたいな「そういうことは考えません」みたいなことを言いやがって俺本当にそのやそいつの顔今でも覚えてるけどね本当にムカついたねあの時ね。 自分がいい,こといい人だと思ってるだろう思ってるよこのタコみたいなタコがひどいよタコって言わないでそうタコ賢いからねでもこのタコって思ったし今でも思ってますよそいつにはだそいつは未だに俺はいい人だって思って生きてるんだろうけど勝手に生きてやいいじゃんかって小さく前に流して生きてるよってかほっといてほしいんだよねレジスタンスとかどうせあの日本で費用的コミュニティの市場がでかくなることはないでしょうまあそれについては諦めてるんで日本はそういう場所なんだと思ってるだけで。 別にどうでもいいっすだからほっといてほしいってで別にだから,だからそういう人たちと別にあの特に話すことはないんですけどまあ昨日そういう感想がいくつかあったんでもううんざりだなと思ってそういうのって俺小学校ぐらいからもうずっとそういうパターンだったよなと思って、はい、まあそういう人たちは反省しないんでしょうねということでいい人たちへの手紙で恐 <laughs> らくこれ,よんこれをこの話聞いても分かんないんだと思います。ななんでここのの野郎ははデブは あのそん,なんか笑いなんてほのぼのとした人を和ませるものがいいのになんでそんな批評的コメディとか余計なことをやってんだこのデブはって思ってると思うけどいいっすあの別に分かってもらおうとも思ってないんで届く人は届かないだろう届くだろうし届かない人には届かないだろうからそれだけの話なんで別に届かない人たちを変えようと俺は思ってないっすす。ませんでした